とんかつです。この動画は異聞録音戦2ボス前の雑魚から2ボスまでの解説動画です。この外周に複数いるウィンドスプライトが直線範囲をしてくるので、それを避けながらこの雑魚たちを1匹ずつ倒していくっていう場所です。1匹目の雑魚をやるおすすめとしては、この南西側に雑魚を釣って東側にカメラを向けるっていうのがおすすめです。作法返し立ち、作法と右方は背面アンチです。でもう一個、後方返し立ちっていうのもしてくるんですけど、それは側面がアンチです。天狗の浜術、全体攻撃ですね、ドット付きです。で、雑魚を倒しても油断せずに周りのウィンドスプライトの直線範囲を避けましょう。避けながら次の雑魚に向かいます。2匹目の雑魚のおすすめとしては、フィールド中央から東に寄った場所です。だいたいこの辺りですね。で、西側にカメラを向けておきます。十字手裏剣、ランタゲで直線範囲を打っていきます。一線、タンク強攻撃ですね。ここで油断してウィンドスプライトの直線攻撃に当たっちゃってます。ウィンドスプライトの直線攻撃に当たると火ダメアップがつくので、かなり敵の攻撃が痛くなります。フートンの術、フートンの術をした後に十字手裏剣、ランタゲの直線範囲ですね、これを3連続でやっていきます。今回は来る前に倒しちゃってます。で、倒したら周りを見てウィンドスプライトの範囲を避けます。避けながら最後の雑魚をやる場所は北東ですね。北東でやります。で、カメラは西に向ける感じですね。右方返し立ち、背面アンチです。天狗の浜術、全体攻撃です。ドット付きです。天狗の眼力、視線攻撃ですね。これちょっと霊式の映像なので、視線のエフェクトがないんですけど、普通の異聞録音戦の方では視線のエフェクトがあるので避けやすいです。で、視線攻撃が終わったらちょっと南に引っ張ります。作法開始たち、背面アンチですね。はい。で、3匹の雑魚を倒したら終了です。では2ボスの解説に行きます。煩悩至上、全体攻撃です。ランカの陰、デバフがつきます。はい、見てください。このデバフはカウントが0になると頭ありが着弾するんですけど、デバフがつくのはランダムで2人なので、こうタンヒラに1人、 DPS に1人ってついた時はタンヒラペア、 DPS ペアでいいんですけど、タンヒラに2人とか DPS に2人とかデバフがついた場合はタンクと D1 ペア、ヒラと D2 ペアっていう風に頭ありを処理する必要が出てきます。眼下将来、今回のデバフはタンヒラから1人、 DPS から1人なので、北にタンヒラ、南に DPS で3回します。琵琶の旋律、出てきた岩の下に円範囲と交差してる直線範囲が4本出てきました。で、このボスの周りに回ってるエフェクトが青い三角形ですよね。これノーマルでもあったんですけど、青い三角形のエフェクトの時は今出てきている予兆が中アンチに変化します。まあ、これは形で覚えちゃった方がいいので先にアンチを言っちゃいます。ボスのエフェクトが青い三角形の時は岩の円範囲と直線範囲が綺麗に重なってる場所がアンチになります。今回はここですね。南側チームのアンチはここです。では動かしていきます。はい、着弾するとこんな感じになります。このアンチの中で頭割りをするっていう感じです。ではもう一つのパターン見てみましょうか。ではランカの陰から、はい、デバフを見てください。今回は DPS2 人についてますよね。この場合はヒラと D1 が入れ替わって、北でタンクと D1、 南でヒラと D2 が頭回りするっていう感じです。
眼下将来で岩を出してきます。はい、琵琶の旋律。今回は丸いピンクのエフェクトですね。丸いピンクの時は全ての AOE が巨大化するので、円範囲と直線範囲が綺麗に重なっているところがアンチではなく、その隣にある広い隙間の角がアンチになります。はい、こんな感じですね。ここで頭割りをするっていう感じです。では次のギミックに進みます。炎流全員に奥義範囲、2連続で来るので1発目が着弾したら移動してください。将来フィールドに雷の弾が出てきます。はい、こんな感じで四つ角に1個ずつと中央に2つなんですけど、この中央の2つをよく見てください。配置が若干寄ってますよね。今回は1番マーカーの方向に寄っているので3番マーカーの方に集まります。で、打ち出の小槌、これは平確定です。平にマーカーがついて円範囲が着弾します。この打ち出の小槌に当たるとミニマムがつくんですけど、雷の弾もちっちゃくなるんですね。なので3番マーカーの角にある雷の弾に当てて雷の弾を小さくします。こうすることでアンチができるんですね。で、この後ボスが平に向かってビームを打ってくるので、タンクが前、平が後ろという配置でこのビームを受けます。 DPS は適当に端に寄ってビームを避けてください。反熱タンク強攻撃です。変幻の呪い。はい、デバフを見てください。赤デバフの1234、青デバフの1234がつきましたね。これ2人で1234のデバフがつくようにペアを組みます。今回はタンヒラペアと DPS ペアですね。で、この後ランダム2人に線がつくので、その線を24デバフの人が取りたいんですね。なのでとりあえず南に集まって、24デバフの人は内側、13デバフの人は外側に行きます。はい、赤と青の塔を1つずつと線が2本つきましたね。ここからはペアで動きます。今回はタンヒラペアと DPS ペアでしたね。で、まずは1番デバフを持った人が自分と同じ色の塔に入ります。で、線の人には塔の着弾と同時に奥義範囲が飛んでくるんですけど、はい、こんな感じで自分のペアの隣に奥義範囲を捨てるような形で立ってください。 で着弾したら自分の相方の線を取ります。次は2番の人が自分と同じ色のデバフの塔に入ります。で、塔に入ってる自分の相方の隣に奥義範囲を出す。で、線を取ってもらって自分と同じデバフの塔に入る。で、塔に入ったらまた線を取る。はい、これを4回繰り返したら終了です。コツとしては線を取った後、ボスの足元に立つことで線を短くして、塔に入る役の人が最短距離で塔に入れるように道を確保することですね。これはひたすら見る動画上げときますんで、そっちも参考にしてみてください。では次のギミックに行きます。煩悩至上全体攻撃です。ランカの陰デバフがつきます。はい、デバフを見てください。円範囲は全員に確定でつきます。頭割りはランダムで2人なので、今回はタンク D1 ペア、ヒラ D2 ペアなので、タンク D1 は北西、ヒラ D2 は南東で3回します。で、これもちろんタンヒラから1人、 DPS から1人っていう風に頭割りデバフがつくこともあるので、その時は北西にタンヒラ、南東に DPS っていう風に3回します。で、今回秒数的に円範囲が先に着弾して、その後に頭割りがきます。これも順番逆になることがあります。では処理の映像を見ていきます。まあ、要はこの矢印の方向に移動する円範囲を避けながら頭割りと3回を処理するっていうやつです。まずは3回で円範囲を避けながら合流して頭割り、 OK ですね。これ図解にすると分かりやすいんですけど、中央4つの円範囲はほとんど気にしなくていいです。
外周4つの円範囲を見て、最初がアンチになる列で頭割りか3回をします。で、後からアンチになる列に移動して残りのデバフの処理っていう動きになります。先にアンチになる列に待機してデバフ処理で、後でアンチになる列に移動してまたデバフ処理っていう流れです。般若刀、サイコロギミックです。このギミック、いろいろ解法が出ているんですけど、うちの固定では最終的にワールドファーストの処理法になりました。まあ、まずは見てください。詠唱完了で吹き飛ばしが来て、1番に突進して十字範囲、2番に突進して十字範囲、3番に突進して十字範囲、4番に突進して十字範囲、で、最後中央に戻って十字範囲。っていうギミックです。この十字範囲すべてボス向き基準で十字範囲が出てきます。じゃあ1番の動きから見ていきます。まずは北東に飛ばされます。タゲサ状に立つとちょうどいいですね。で、できるだけ際に誘導で、着弾したら B に移動。ここスプリントあった方が安定します。これで1番の仕事は終わりで、あとは待ってるだけです。はい、次2番は一旦飛ばして3番です。横方向へ飛ばされるときは結構ボスの内側に入んないといけません。で、 B マーカーに飛ばされます。1に突進で、ボスがジャンプした瞬間移動で、角まで行ったらすぐ B に戻る。この十字範囲判定がめちゃくちゃ早いんで、十字範囲を見てから移動だと間に合いません。はい、では次2番です。2番は南に飛ばされます。斜めへの吹き飛ばしじゃないので結構ボスにめり込みます。1番の人へボスが突進した瞬間移動、角まで行ったら C に戻る。あとは待つだけ。では最後4番ですね。4番も C に飛ばされます。C よりちょっと前くらいに待機して3番の人にジャンプした瞬間移動ですぐ戻るという感じです。まあ、この処理法動きは簡単なんですけど、タイミングが結構シビアだったりするので、他にもっといい処理法があったら紹介したいと思います。反熱タンク強攻撃、変幻数珠の印、最後のギミックです。はい、デバフがつきました。この数字が書いてない全員についているデバフは、カウントが0になると足元にその色の塔が出現します。で、他の 1,2,3 のデバフはさっきもありましたね、同じ色の塔を踏むとデバフが解除されます。で、このデバフパターンが2つあって、まずこの今画面に映ってるパターン、一人一人よく見てみると全員 1,2 は同じ色になってますよね。1,2 は同じ色同士になってて、3だけ別の色になってるっていうデバフの付き方なんですよ。このデバフの付き方、全員移植パターンって呼びます。全員移植パターンともう一つパターンがあって、これです。ガンブレとモンクのデバフの付き方はさっきと一緒ですね。 1,2 が同じで3だけ違う色っていう。ところが学者と踊り子を見てください。 1,2,3 全部同じ色になってますよね。そう、2人全部同じ色の人が混ざってるんです。このパターン、同色ありパターンって呼びます。はい、このギミック、この最初のデバフの付き方によって3回の判断方法が変わります。ではまず最初に紹介した全員移植パターンの動きから見ていきましょう。デバフがついて、この数珠印っていう技の詠唱が終わると床に塔が出ます。はい、塔が出たらカメラを回転させます。西に赤、東に青になるようにカメラを向けてください。はい、一旦図解にします。西に赤、東に青の状態です。で、デバフ基準に3回していくんですけど、全員移植パターンの時はタンク北、D に南、これは固定です。で、平と D1 を調整役にしてます。平の場合タンクのデバフを見て、タンクと平が同じ付き方をしていたら平は南に行きます。タンクと平が別のデバフの付き方をしていたら平はタンクと一緒に北です。要は自分のデバフとは違う付き方をした人とセットになるっていうことです。なので D1 の場合は D2 とデバフを比べて、同じデバフだったら反対側の北に行く、違うデバフだったら一緒に南っていう感じです。はい、ではこれで北と南に2人ずつ調整が完了しました。
そしたら各自自分の 1,2 のデバフを見ます。その 1,2 のデバフの色とは違う色の塔がある前に立ちます。で設置する塔を設置したら、あとは脳死でこの動きをします。斜め前の塔に入って、そのまま外周の塔に入る。で最後隣の設置された塔に入る。これで終わりです。ではもう一つのデバフのパターン、同色ありパターンですね。こっちの方が簡単です。同色ありパターンの時はまず西に赤、東に青という風にカメラを向けます。これは一緒で、 1,2,3 全部同色の人は北、 1,2 が同じ色で3番が違う色になっている異色の人、この2人は南です。はい、これで北と南に2人ずつで3回が完了しました。ここまで来たらあとは同じ、各自自分の 1,2 のデバフの色を見て、それとは逆の色の塔の前に立ちます。で塔を設置したら斜め前の塔に入って、外周の角の塔に入って、最後隣にある設置された塔に入る。これで終わりです。では実際の映像いきます。はい、デバフを見てください。全員移植パターンですね。西に赤と東に青とという風に見て、タンクは北、ディギニは南で、タンクとヒラのデバフを見ると同じ付き方をしているので、ヒラ南 D1 北ですね。で自分のデバフの 1,2 を見て、 1,2 のデバフとは逆の色の塔の前に塔を設置、あとは塔を 1,2,3 と踏むだけなんですけど、見てください、この時網目状の範囲が来てます。ただ気にする必要はありません。1,2 の塔は範囲を無視で踏んで、3番目の塔を踏みながら範囲を避けます。で終わりですね。では次、同色ありパターン。はい、デバフを見てください。 1,2,3 全部同じ色の人が2人いますね。これが同色ありパターンです。はい、赤を西、青を東としてみて、 1,2,3 が同色の人は北、デバフが異色の人は南に行きます。で自分のデバフの 1,2 を見て、 1,2 のデバフとは逆の色の塔の前に塔を設置、あとは踏むだけ、2個目まで踏んで3個目を踏むときに範囲を避ける。はい、 OK です。あとはもう同じ技しかしてきません。ランカのイン、デバフがつきます。頭割りが単ヒラから1人、 DPS から1人についているので、単ヒラペア、 DPS ペアですね。眼下将来、岩が出ます。さっきのデバフのペアで3回します。単ヒラ北、南、 DPS です。リワの旋律、ボスのエフェクトは青の三角なので、円範囲と直線範囲が綺麗に重なっているところがアンチです。でアンチ内で頭割り、煩悩至上、全体攻撃です。はい、今回はここで終わってしまっているんですけど、この後はまあ多分全体を連打して時間切れとかそんな感じだと思います。ではこれで異分録混戦、2ボス前の雑魚から2ボスまでの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。